ナマンダブツナマンダブツ司会のうちみな兄弟なりとナマンダブツナマンダブツ、今日は月曜日なんですけども、従いまして暇なはずなんですけど、そんなわけにはいきませんで、これからすぐお参りに行かなければいけなくて、でお話も短時間で、カナダの歴史の話ということにはなかなかなりません。で、今日どんなお話をするかといいますと、お座の数が減ってるっていう話です。でお座の数、私どもの越智もそう、滋賀教区全体に言えることですけれども、御門徒の数が少ないと。で御門徒の数が少ないと、お寺の予算というものはなかなか組みにくくて、で例えば条例法座やってるようなお寺いうのは少なくて、でご住職がその半分ぐらい条例法座をされて、で半分以上条例法座自分でお話しなさってて、よそから法教師さん招かはるのは12ヶ月のうちの何回かっていうような、そういう条例法座をやってはるところがごく例外的にありまして、あとはまあないですね。で御門徒の数が少ないと予算面が取れないということで、皆さんどれぐらい法座やってはるんかな。私の把握しているこの越智下諏訪内では、年間布教師さん来てもらうような3回とかかな、4回、多くて4回かなという感じですね。法恩校と合体と永代教とか、あるいはお彼岸とかいうような形で、まあ3回かな4回かなっていうような感じですね。でそれは悪いことではなくて、そういう状況の中でやっていかなければならないので、これはまあ良いことでも悪いことでもないと思うんですが、しかし数としてやっぱり足りませんから、そこで以前はどうしていたかと言いますと、越智下諏訪条例法座っていうのを始めましたね。これはどういうことかというと、例えば5月はね、合体の季節ですから、5月の合体の時のご講師の話、皆さんから伺いまして、このご講師やったらええかなと思うようなお寺にお願いをしまして、越智下諏訪みんなでお参りしてもいいように、受け入れ他のお寺のお道行も受け入れてください言うてお願いしまして、そしてそこのあるお寺の5月の合体の法要が越智下諏訪の5月の条例法座であり、で6月は永代教の季節やから、6月の永代教、これもやっぱり皆さんから各お寺の住職ご住職方からこうご講師さんのお名前聞かせてもらいまして、この先生の話やったら聞いてもらいたいなという先生の読んでくださってるお寺にお願いしまして、またやっぱり祖内の皆さん受け入れてあげてくださいとお願いしまして、でこれが越智下諏訪6月の条例法座というような形で、毎月こうなくならんように、まあ法恩校の季節はそうでもないんで、法恩校の季節はお参り合いをされたらいいので、それはしていないんですけども、それ以外の季節はそんな形で毎月越智下諏訪の条例法座っていうのを始めました。ところがですね、これがいつの間にやら消えてなくなりまして、消えてなくなったのはまあ別に、言えんこともないやが、そんな言うてもしょうがないんで、なくなったのはなくなったんで、また復活させればいいので復活させよう思っていたんですけど、コロナで見事に復活できんようになってしまいまして、人の移動と人の接触が一番今危険な状況になっていますから、そうやってみんなで回って、ね、こうお説教を聞かせてもらおうなどということよりか、だいたい自分とこの法座が中心になっていったり縮小したりしているわけですから、とてもじゃないですけど、そんなよそのお寺のお道行を呼んだり、あるいは自分が行ったりとか受け入れたりとか、そんな状況ではありません。ですからなくなってしまったんですが、また落ち着いたらまた始めていこうかな、コロナが収まったら、そんな形でみんなで賑やかに、一人でも多くの方々にお弔問していただけるような体制をまた復活させていきたいなというふうに考えています。しかしいつの間にやらこの越智下諏訪条例法座始まったのがこう消えてなくなった、そうやってみんなでお参りしてお話聞かせてもらおうという良い風習が消えてなくなったということは、これそれを亡くなったことを責めても仕方がないんだけども、一つやっぱり大きな反省ですね。それは実はそれなんかね、手前味噌みたいなことでちょっとあれなんやけど、この越智下諏訪条例法座っていうのを発案しましたのは私なんですけど、何をモデルにして発案したかと言いますと、岐阜県本巣市の杉山雲来先生が始めはった美濃四十八座ですね。美濃四十八座っていうのは、こう杉山先生が自分でこれという布教師さんをお呼びになって、で
御法座を始めになって、それをこう賛同する御縁さんたちがだんだん増えていって、四十八座ということですから、本当に48回に近づいていこうかなというぐらい、他のお寺さんもどんどん受け入れていかれて、釈徹宗先生であったり、もう亡くなりましたけど大峰明先生であったり、その他著名な先生方をどんどん呼んで、どんどんお座を開いていかれる、みんなで、お座を開く回数を増やしていくっていう、それがこう、私もその滋賀教区の現状の中でどういうふうにしたらそれが真似られるだろうか、可能になっているだろうかということを考えた時に、私が考えたのは、こうどっかの寺のお座をみんなので共有するという考え方でした。それがもう、なくなってしまって復活すりゃいいというようなもんなんだけど、しかしこれ、美濃四十八座の発案者であります杉山先生によりますと、それは公費を使ってみんなでやっていくっていうのには不向きであると。公費を使ってやっていくんじゃなくて、自分で未然に起きてやっていかんと誰もそんなもんついてこないよって言っておっしゃっていただいていたんですけども、それはそうかもしれないけど、それはやっぱ現状、滋賀教区の現状を考えたら未然に起きてで1回や2回はできるかもしれないけど、それを継続的に永続的に続けていくということになると、やっぱりどうしてもこういうやり方にせざるを得なかったっていうふうに自分は考えたんですけど、それやっぱ継続されてないいうことは周りの人に賛同が得られなかったっていうことです。で、そしたら周りの人に賛同を得られなかったら、それで消えてなくなってしまうようなもんなんやったら、これは確かに公費を使って耳っちくやるようなやり方ではできないよっていう杉山先生のお考えが正しかったっていうことで、そういう助言を聞いておくべきやったのかなとも思いますが、その辺はちょっと私には、分かりませんが、こう反省しているところで言えば、こう前段事件ですね、前段事件あったのかどうか分かんないし、議説上もあれ捏造されたもんやないかというふうに今井正治先生はおっしゃいますけども、それはちょっと私には分かりません。一応通説によって、こう前段事件を評価したときに掛橋先生がおっしゃっていたんですけども、在地の権力と結びついて、権力によって守ってもらって、権力によって教えを敷いていこうというような考え方が善鸞さんの中にあって、そういう、こう権力に結びつくようなやり方では、権力に利用され、権力によってこの話がこう浄土真宗なら浄土真宗のご法義教えが歪められていって、教団がその権力に都合の良いように動かされていくっていう、そういうことが善鸞事件の真相といいますか、本質的な問題であったのではないかと掛橋先生はおっしゃっていました。そんなことを考えた時に、なんていうかな、自分自身でやっていく、ね、杉山先生がおっしゃるように、自分で身銭を切って自分のお金を出していかないんだら、そんなもん続いていくかい、本当の意味での賛同者ができていくかいっておっしゃってるのは、これ本当にそうであったなというふうに、反省せざるを得ませんね。やっぱり自分の力といいますか、自分の思いであるとか、他者のお金を利用するとか、そういうようなやり方ではやっぱご本人本当に伝わってはいかなかったなっていうことを、反省しつつね、早くそれでもやっぱりどうしても大座を開いていって、多くの人にお聴聞の機会を増やしていかなきゃいけないし、そしてなるべくやっぱこれと思われるようなありがたい先生に来てもらって、そういう間違いのない教えを聞いていく機会をいかにして増やしていったらいいのか、自分たちが置かれた現状の中でそういうお座、お念仏の教えに出会う機会をいかに増やしていったらいいのかということは、やっぱり今後もみんなで考えていかなきゃならない問題だなと考えております。今日はこの辺で終わらせていただきます。